2008年の DVD な賞受賞式でのアルムデナと、クリスティアン・アルベス・アルムデナ、シド・トスタドは、スペイン・ビトリア・ガステース出身の新体操選手、女優。アルムデナは6歳の時に新体操を始めた。当初、アルムデナの母親は、娘がバレエをすることを望んでいたが、他の家族がアルムデナの体の柔軟性を評価したため、母親は幼いアルムデナを新体操の道に進ませた。 1994年9月にはスペイン代表に初めて選出された。アルムデナは1996年のアトランタオリンピックと2000年のシドニーオリンピックで決勝に進出し、スペイン人として初めて夏季オリンピックに大会の決勝に出場した新体操選手となった。2004年のアテネオリンピック、2008年の北京オリンピックでも決勝に進出している。 2005年にはスペインのアルメリアで開催された地中海競技大会で優勝した。ヨーロッパ選手権12大会、世界選手権9大会に出場し、北京オリンピック後の2008年8月23日に競技生活から引退した。2008年12月、アルムデナはその競技生活の長さを称えられ、国際体操連盟のブルーノ・グランディ会長から特別賞を授与された。 三年間の交際後の2010年8月7日、テレビ司会者のクリスティアン・アルベスと結婚した。2011年には、個人トレーナーのフアン・ラーリョによって、アルムデナの自伝、エストゥ・ペンダ・ EN ・ Q ・セマナス、ワイメディアが出版された。競技生活からの引退後には、女優となり、いくつかのテレビドラマや映画などに出演している。アルムデナは、新体操競技の、 第一戦で最も長く活動し続けた選手の一人であり、初めてオリンピック体操競技、新体操個人総合に4度出場した選手である。アルムデナはバルセロナに在住している。アルムデナはナイキとモデル契約を交わしており、下着ショップのラブストアのモデルでもある。アルムデナはスペイン語、バスク語、英語を話すことができる。東ヨーロッパの選手に対して高いレベルで争う。 ことができた数少ない西ヨーロッパ出身選手の一人である。2001年6月、国際体操連盟はアルムデナのボティー・アプラタス・リレーションシップが新体操技術委員会によって認定されたと発表した。コードはシドとスタドのエレメントと表現された。ありがとうございます。